こんにちは、速稼塾の久保でございます。今日は7月2日になりました。 FX の相場解説に入る前に1週間をちょっと振り返ってみたいと思いますけども、今週1週間ですね、まあ月火でセカンダリートレンドの講義をしました。それがね、非常に分かりやすくてエントリーしやすかった、もしくはエントリーしないしちゃいけないところが分かりやすかったということでね、まあ非常に反響をいただいたということですけども、このセカンダリートレンドってのはこれからも出てきますんでね、頭に入れといておいていただきたいと思います。もちろん今回1回のことで頭に入るとも思いませんので、次に出てきた時はこれセカンダリートレンドが始まりますよっていうふうにね、またお話できると思います。まあそうするとね、あ、こういうところで見分けるんだっていうのが再度わかると思いますから、何回も何回もそういったことを忘れちゃう思い出して、忘れちゃう思い出して刻んでいただきたいと思います。もう私とかね、条件反射ですからね、あ、これセカンダリートレンド来るかもしんないなって思うところからスタートしますんで、やっぱりね、みたいになるわけですよ。ですんで、エントリーしちゃいけないところとエントリーすべきところっていうのが、こうね、チャートにね、シグナルツールを入れてないのにこう浮かび上がってくるような感じがするんですよね。まあこうなるともう閉めたもんですよ。もう条件反射ですから。はい、ということでセカンダリートレンドが終わりまして、トレンドの方向にね向かっていくわけなんですけども、その後ですよ、セカンダリートレンド抜けるとやっぱりね、解放されたバイの力がダーンといってですね、見事137円に行くわけですけども、私と同じように考えてる方がやっぱり他にもいらっしゃって、137円でね決済するために待ってる人がいるわけですよ。ということで137円で見事に、今回はね本当に見事にボガーンと落ちていったわけなんですよ。その後ね、材料が入りました。7月1日です。その材料の前にも、6月30日と7月1日を警戒している人が、資金を引き上げたりとかする例もあるんですよね。もしくは、エントリーを控えたりとか、私が申し上げたように、まあなんていうんですかね、ちょっと控えめのロットで行く人いるんですよ。まあそうなると、6月30日とか7月1日ってのは特徴的な動きをするっていうのが、これでお分かりいただけたと思います。まあですんでね、これも繰り返し申し上げますけども、FX を始めた時にまだ初心者のうちは、基本的には月とか金は見る日にした方がいいです。火、水、木でやるならエントリーする。ね。こんな感じですよ。で、月末とか月初も避けるってことですよね。じゃあその辺を、まあ今日の前提としてお話して、1週間を振り返ってみてですね。それから1日ごとに細かく見たい方は、ぜひね、オリガルヒの方は、日々っていうところからね、月火のセカンダリートレンドの面とか、それからやっぱ月末とか月初をね警戒するところとか、あと7月1日にはどんな材料があって、ひいてはね、材料っては一体今月はどんなものがあるのかってことをそれぞれ講義の中に散りばめてますので、ご覧いただきたいと思います。速稼塾の限定版をねご覧の方はちょっとその辺の講義は見れませんけども、それぞれ各自で調べていただくとか、分かりにくかったら私の方にねクエスチョンいただければ、私なりにまたね新しく回答動画を出させてもらいますので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。それでは今日を相場解説いってみましょう。はい、今日はね1時間だけを見てお話ししたいと思います。ちょっと思い出していただきたいのが、こちらとこちらでちょっと変則的に、ダブルボトムを描いたところをねお話した後、上昇を見せたわけなんですよ。こうボカーンといった後ね、でちょっと見てもらいたいんですけども、上髭がないでしょ。ここほとんど上髭が出てないですよね。特徴的な上髭が、こういう時ってのは下に押さえつける力があんまりないですから、上に伸びやすいんですよ。ということもあって、まあトレンドもあってですね、こういう風に登っていったところがあるんじゃないかなと。ただ137円っていう行動の限界点、とりあえず137円の心理的な限界点があるんですよ。で、ここで多くの方が、あ、137円いったから決済しよう。もしくは予約決済をかけていた人が137円前後でですね、決済をするわけですよ。利益確定を。そうすると、価格っていうのは一時的に落ちていくというところで、ここで V の字ができるわけですよね。V の字ですよ。こう上昇していた陽線と、そして利益確定をした陰線がちょうどね、バランス取る V の字みたいなところがあるんですよね。で、これがここにできたわけなんですよ。V の字も結構できますんでね。その後は月末とか、週末とか、で、材料みたいなものがあって、そのための準備として、ギザギザと上に向かっていたものが、下に叩き落とされるみたいなことが起きるわけなんですよね。それがこの動きの理由です。で、その後ちょっと見ていただきたいのは、じゃあこれからね、週が明けてからどんな動きになるかってことを考えていかなくてはなりません。それはですね、こちらのヒゲとこちらのヒゲで、まだ軽くダブルボトムを見出すことができるんですよ。ダブルボトムっていうのは、ほぼ同じ水準で、この底根を作ってるところがあると、まあダブルボトムかなって感じることができるんですよね。だから、同じダブルボトムでも、こことここはダブルボトムですかって言ったら全然違うのがわかるでしょ。でも、さすがにここはもうダブルボトムって見えるじゃないですか。
同じようにここもね、ヒゲ先とヒゲ先でダブルボトムを見ることができるということなんですよ。つまりは、この価格帯に来ると、今横線を引いた価格帯ですよ。ここに来たら、もうね、高度の限界点なんですよ。それ以上に下に行く力がなくなって、上の方に帰っていくよねってことなんですよ。だから上の方に帰っていって、もう一回下落ちても、下に行く力がないから、また上に行くでしょ、うん。で、ここは一時的にこういうふうな、収束状態にはなってるんですけども、これが週が明けて、月曜日をしっかり見ていかないといけませんけども、月曜日の段階でですね、上の方に、トレンドの方に戻っていくような形を見せれば、もうその1週間は、だから7月の4日からの1週間っていうのは、倍の方向に向かっていくと決め打ちしてですね、エントリーポイントを探していって、もう一回137円、もしくは137円を突破するような週だっていうふうに見ていけばいいんじゃないかなっていうのが、今週末の考えです。はい、実際にですね、今日明日、土日を過ごしてみて、もうだいぶね、相場から離れて頭がクールになった状態で月曜日の朝を見ていくと、また別の考え方が浮き出るかもしれません。でも月曜日の朝にも同じような考え方でまとまるとしたら、多分その考え方で1週間過ごしてもいいんじゃないかなというふうに私はいつもチェックしてますね。だから週末に振り返って来週の予測をする。で、週が明けたらもう一回今週の予測をするってことで、同じチャートを見てね、今チャートをお見せしましたけども、このチャートと同じものを1日2日開けて見てみるとね、また別のね、景色が見えることがあるんですよ。その土曜日の朝に見るものと月曜日の朝に見るものと、風景が一緒だったらね、同じような一週間の見立てでいいんですけども、違うとしたらなんで違うように感じたのかなってことをもう一回掘り込むことによって、冷静な判断ができると思いますので、もしね、私がね、月曜日の朝別の仮説を立てたとしたら、そこには何らかの気づきが土日の間に頭がクールになった時に発生したと思いますのでね、そこがね、だからちょっと進化のプロセスになってくるわけなんですよ。皆さんもそのようにしてですね、ああ、金曜日の夜が終わったから、あとは月曜日の朝に見ようっていうんでは、もしかしたら不十分かもしれませんので、土曜日の朝、もうね、相場がほとんど終わった状態で、来週、あさっての朝はどうかなっていうふうに、まず仮説を立ててみるっていうトレーニングもしてみたらいいと思います。で、土曜日の朝の補助線と月曜日の朝の補助線が、もし一致していたら、高い確率でその考えは固まってきたので、それを試してみると。その試したものが OK だったら、それは一つ自信に持っていってもいいんですけども、もしね、そこで違ったとしたら、勘違いした、補助線の引き方になっている可能性があります。うん。ですので、その時はまたね、お問い合わせください。私が採点しますので、よろしくお願いします。それでは、土日、ちょっと頭を休めていきましょうね。失礼します。